春夏連続の甲子園を目指す日大三島と、去年の覇者雫を破り勢いに乗る掛川西の対戦となった準決勝第2試合。日大三島はエース松永がランナーを出しながらも要所を締める安定したピッチング。掛川西も岩沢、黒羽の速い継投で日大三島に得点を与えません。試合が動いたのは7回、掛川西はツーアウトからヒットとフォアボールで二塁一塁のチャンス。ここで3番狩俣、ショートの頭を越すタイムリーヒット、待望の先制点を奪います。追いつきたい日大三島は8回、ツーアウト一塁から3番池口、掛川西の中継が乱れる間にランナー寺崎が一気にホームへ。試合を振り出しに戻します。1対1のまま譲らず、延長13回、ノーアウトランナー一塁二塁から始めるタイブレークへ。掛川西は7番松本がバントを決めランナーを進めます。打席にはピンチヒッターの古川、センター前ヒットで2人が帰り3対1と勝ち越します。後がない日大三島はその裏、1点を返すとなおもワンアウト満塁で4番松永。この当たりが内野安打となり同点。さらに5番野口の打球は浅いレフトフライ。三塁ランナー島田が好判断でタッチアップ。劇的なサヨナラ勝ちで日大三島が春夏連続甲子園に王手をかけました。チームのみんなが繋いでくれたので、ここは絶対返してやるっていう気持ちで打ちました。やっぱりもう一度あの場所に戻れるように全力で頑張りたいと思います。